ファクタソ、飲食店に複数人で来店した際、そのグループ内に何も注文しない人がいる場合があるという。この状況について、6日深夜放送、マツコ&有吉かりそめ天国、テレビ朝日系、デゲン。キューすると、マツコデラックス、45、有吉ひろゆき、44、が、日本は終わり、と激怒。視聴者も2人の意見に共感している。カフェでドリンクを頼まない。カフェで働く投稿者は、カフェでドリンクを頼まないってどうなの？と憤る、グループの何人かは飲み物を注文するが、中には飲み物を注文しない人もいて2時間も席を占領。売上げに直結するため迷惑だと明かす。これに、こんなんダメ。民事裁判で訴えよう。と有吉が爆発。生意気にカフェ行くなよ。公園とか公民館に水飲みに行ってろよ。と怒りが収まらない。連れが頼んでるからいい。と考えると聞かされ、頼めない奴に合わせてやれよ。と有吉。マコも、お金ないんです。って子がいるならカフェで話さなくたっていい。と同調した。アドズバイキオスクド、3人に1人は、別にいいのでは、さらにマツコは、論外。追い出しましょう、と主張。頼めない理由があるからって、点、潰れていいんだ。と怒りをにじませる。有吉は、いけない人が入ってくるパターンもある。エビスさんみたいなタイプが、とエビス吉和を例に熱弁。エビスが5人来て、1人がジュース頼んで4人がそこにいてもいいの。エビスの集団怖いよ、と想像を膨らませた。ここで、3人に1人は、別にいいのでは、と注文しない層を支持している、と番組の案。ケートで判明したと明かされると、マツコは、嘘でしょ。終わりだこの国は、と驚愕。その理由が、お店の雰囲気を楽しみたい、注文したいものがない、というあまりにも一方的な主張だと知った2人は、そいつ、連れてこいよ。と最後まで納得できない様子だった。視聴者は、賛同カフェで注文しない人は論外。二人の結論を受け、視聴者も賛同を示している。有吉の、エビス、例えを絶賛喫水のクズキャラとして人気を博すエビスで、迷惑な客を例えた有吉。この絶妙な例えには絶賛の声が上がっていた。店員に高圧的な態度は1割以下調べ編集部で全国20から60代の男女1368名を対象に調査したところ、1割以下が、店員に対して客が高圧的な態度を取るのは当然、と回答した。店側も客を選ぶ権利はあり、客だから何をしてもいいわけではない。飲食店で料理や飲み物を注文するのは最低限のルール。カフェで何も頼まず居座るのは客の傲慢と言えるだろう。合わせて読みたい、バイトのドタキャン、問題有吉、マツコ、自分でピンチヒッター探せ、に賛否、文、調べ編集部、サバマサシ、調査概要、方法。インターネットリサーチ、クズー、調査期間、2016年8月26日から2016年8月29日対象、全国20から60代の男女1368名、有効回答数。